皆さん、新年明けましておめでとうございます。国分福音教会の丸本博史です。この年も共にこのリビングライフを学んでいきたいと思います。今年最初の箇所はヨハネの福音書1章の1節から8節。初めからあった言葉、世に光として来られるというところからご一緒に学んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。ヨハネの福音書1章1節から8節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは、一つもない。この方に命があった。この命は、人の光であった。光は、闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。ヨハネの福音書の1章1節から18節までは、ヨハネの福音書の本論に入る前の序文と言えます。そして序文というにはあまりにも有名な言葉であります。1章1節と2節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。この文章を読んで、不思議に思われた方はおられないでしょうか。普通私たちが、言葉というときに、まず何を考えるでしょうか。大抵は、この私たちの口から出る言語のことを考えます。しかし、ここで聖書が言う言葉とは、単なる言語以上のものを意味しています。ここで使われている言葉の言語のギリシャ語を見ますと、ロゴスという単語が使われています。実はこのロゴスという言葉自体が、当時のユダヤ人にとっても、またギリシャ人にとっても深い意味を持っていたんですね。ヨハネはイエス様を表すのに、このロゴスという言葉を使いました。なぜなら、このロゴスとは宇宙を支配する原理そのものを表し、万物の出発点であるという意味を持つ、そんな深い言葉であったからなんです。つまりヨハネは当時の人々に対して、イエス様の本質を説明するために、あえてロゴスという言葉を使ったんです。その方がよりですね、人々にイエス様の本質を説明することができたからなんですね。あ、イエス・キリストという方はロゴスなのか、あ、なるほど、そうなのかというふうに、きっと聞いた人はピンときたと思うんですね。続く一章の3節から5節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ここではイエス様の本質について語られています。イエス様という方は、
万物を作られた方であり、命であり、また光でもあります。ここではまだイエス・キリストという名前は出てきていないんですけれども、この方と言われているのがイエス様を表しているということは明らかです。そしてこの箇所はイエス様がまだ地上に人として来られる以前の状態を表していると思われますね。イエス様は地上に来られる前に父なる神様と共に天地創造の御業に加わっておられました。そして人に光を与える命を持っておられたんです。その光は闇の中に輝いており、闇もこれに打ち勝つことはできませんでした。イエス様の光というのはどんな罪も死もまた悪魔も打ち勝つことができない、そういう光であったのです。このような偉大な神である方が人の姿となって私たちのところに来てくださいました。第二コリントの8章9節にこのようにあります。死は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。さあ、このヨハネの福音書1章の1節から5節までを読むときに、私たちが知らなければならないことがあります。それはまず地上に来られるまでのイエス様がいかに栄光のあるお方であったかということです。この方こそ天地を創造された父なる神様と等しいお方でした。そして私たち人間に命の光を与えてくださるお方であるということです。そして私たちのところに来るために、その栄光を自ら捨ててくださったということ、これがまず私たちが知らなければならないことです。私たちはこの年の初めに改めてイエス様の偉大さ、そしてその払ってくださった犠牲の大きさというものを思い返そうではありませんか。さて、次の一章の6節から8節におきまして、唐突にヨハネという人物が登場します。これは本福音書で最初に登場する人名でもあります。このヨハネとはバプテスマのヨハネのことです。彼は荒野で人々に教えを述べ伝え、人々に悔い改めのバプテスマを授ける、そういうものでした。当時の人々はこのバプテスマのヨハネを見て、あ、この人こそ人々が待ち望んでいた救い主ではないかと期待したんですね。しかし聖書ははっきりとこのバプテスマのヨハネの役割について語っています。それはこの人は証しのために来たということです。それも光について証しをすると書いてあります。バプテスマのヨハネは確かに偉大な人物でした。しかしその役割ははっきりとしていました。それは彼は救い主ではなく、救い主について証しすることでした。人間というのは本当の意味で光になることはできません。しかし光について証しすることはできます。これは全てのクリスチャンについても言えることではないでしょうか。私たちも自分自身の役割というものを知って、光を証しするものとさせていただきましょう。
それではこの1年間もこの光であるイエス様と共に歩ましていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。この光として来られたイエス様を私たちは覚えます。天の栄光を捨てて私たちのところに来てくださったイエス様、この方とこの1年間もどうぞ歩ましてください。お一人お一人の歩むべき道をあなたが助けてくださいますように。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。